ゃんも閉会したい。こんにちは。こんにちは。こんにちは、しずです。しずちゃんに来ていただいてるんですけども、もう俺は聞かなあかんことがあるわ。え、なに何も聞かされないんで。そのほんまに何ですか今回のあれなんですけど、サムネにも書いてると思うんですけど、なに。いや、彼女オーディション応募してきてへんなと思っていや、彼女オーディション募集する動画見たけど。見たん、え、見たのに、え、見たのになん。いや、でもデートされてましたよね、なんか。あ、してるけどさ、そう、彼女オーディションってそもそもこう何人もさ、まあ、応募してきてくれて、やるみたいな、そっから選ばせていただくみたいなが基本、なんかいろんな YouTube とかやってるやつ。選ばせていただく、なんやねんそれ。選ぶ側いじってるやん、もう。いやマジでね、そう思ってた。ちょっと嘘つけ。もう思ってもないやろ。その見た時にやるんだとは思った。で、なんかやるんだ、どんな人が応募するのかなとか、そのフォームあったじゃないですか。フォーム見てるやん。フォームまで見てる。までは見た。見てるやん。ちょっと気になってる存在ではあります。おめでとうございます。いや、なんやねん。そっち側がそれは言わんから。おめでとうございますとか言わんから。いや、なんかちょっと気になってる。しかもなんか、ちょっと待ってください、これめっちゃおもろいな、なんか。なんか足臭いなと思ったら。なんなん、いいやんか。誰が足臭いやん。なんか裸足になってた。いや、だって蓄積して履くの忘れた。臭くないです。臭いのそっちやから。ちょっと臭くない。でもそんな感じで、あ、いや、ラブラブもしかして。いやいや、ちょっと、いや、俺は怒ってんねん、もう。その応募してきてへんから。もうあんな牧野チャンネルで大々的にやらせてもらうみたいな感じになって、まあ、しずちゃんは応募してくれるやろって思ってたのに。でもそれってやっぱり駆け引きが下手だと思うんですよね。なんやねん。やっぱ駆け引き上手い女の子になりたいんで、こう、なんていうの、罠が仕掛けられてるところに今日行って行くのは違うじゃないですか。で、やっぱ行かないことによってしずちゃん来ないんだっていう思考になって。あ、もうじゃあもう俺まんまとやられてる。そう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 、やっぱもっともっと気になっちゃうっていう。いや、ほな、まんまとかかった彩香のこと悪く言ってますよね。We are fighting ちょっと違う。いや、ほなって分かってて、それはいかないみたいな感じで。やっぱりほら、しずだよ、彩香ちゃん来てますから。彩香ちゃん来てますから、それは彩香ちゃんのことを悪く言ってますよね。私はそんな簡単な罠にはハマりませんよって今言ったもんな。違う違う、そんな簡単にやっぱり付き合えないと思う。どっちの意味で？これやっぱりそれは言わないよ。あえて。あえて？じゃああるやん。でもやっぱりそのか彼女オーディションって何人かが来てこう選ぶじゃないですか。うん、私もそうやって思ったんですよ。うん、で、まあ結局来ていただいて。笑ってるやん。でも笑ってるやん。触るか。なんでこうなって。触るか。急に抱きしめる。抱きしめるか、俺急に。なんか何人かいて選ぶですか。私はそういうなんか何人かいて選ぶで、選ばれなかった時、病んじゃうし。なんやねんそれ。そのなんか、やっぱ思われてたい、ずっと。思われてたい。やっぱこう選ばれなかった時に病んじゃう。なんか歌とか書いてる。思われたいっすね。あんま言うことないけど。足の親指動かすね。いや、ええやろ。どこ見てんねん。足の親指、ええやろ。足の親指が声やって。いや、ええやろ。なんなん。じゃあもう暑いからできるだけもう身につけたくない。でもショートカット初めて見せたの、キジさん。めっちゃ可愛い。ね、やばい。今日連れて帰っていい？誘い方下手。やなんやねんそれ。連れて帰っていいはダメやろと。あかんか、拉致していい？ねえ、やばい。縛り上げて持って帰っていい？や、合ってる？これでいい？合ってない。無理。え、でもそのぶっちゃけ今どうなんですか。だから何が先行中じゃないですか。まあ、デート中どうなんですか。その時に頭の片隅に私あります？ないですよね。いや、あるよ。ないよね。もうずっとしずちゃんのことはここにある。失礼お前さ、あやかちゃんに失礼。おい、もうどっちもやっけ。やばい。え、それ殺しだってどないするん、これな。あ、なんだ。でも今の罠にハマってやん。そう、本当。私ストーク上手くなったっけ。いや、自分であんま言わない。
誰かに言われてやねんそれ。確かに。でもその片隅にあるとしたら、まあ、彩香ちゃんに失礼だし。でも候補やからな、まだ。そうだよね。え、まだ間に合う。ちょっと待ったありですか、じゃあ。え、あるん、ちょっと待った。ちょっと待ったありかもしれない。嘘つけや。え、じゃあ彼女オーディション今5話まで、昨日出て、デートまでしてね。そう、は見た。見てますよ。全部は見てないですね。やっぱ見てられなくて。なんやねん。やっぱこう悪口やんけ。だって違う女性とデートはやっぱり。あ、見たくない。うん。ああ、まあそうか。うんうん。やっぱ見てられない。そう、他のどれ？どっち？なんか見てられない本当に。ね、あれやんな。うん、そう、嫉妬しちゃうみたいなことやんな。うん、本当に見てられない。大丈夫ですか？ゴンって言ったけど。なんか、え、ちょっと待って、最後にやったのあれさ、私の家に来た時。そうそう、しゅーちゃん家行った時、あれいつぐらい？あれは10月ぐらいだと思う。あ、そんなことないか。1月引っ越してんだから。めっちゃ嘘ついてるよ。あ、春ぐらいやの。春ぐらいです。春ぐらい。3月か4月ぐらい。はい、そうです。なんか全然そんな久しぶりではない。なんか会ってへん間にいじり出してんな俺のこと。はい、仲いいんで。え、そういう女子どうですか？もう嫌いじゃないけど。おい、彩香ちゃんに失礼。いや、もうそれやめて。なんやねんそれ。いや、彩香ちゃんとはちゃんとデートし。彩香ちゃんもサッカーじゃないですか。そう。で、私もサッカーじゃないですか。サッカーどっちの方がうまい？ね、やっていたよそれ。サッカーどっちの方がうまい？ほんと嫌な質問だよね。だってどっちもドリブルの感じやんな。え、マジで彩香ちゃんうまい。マジ？一緒にやったことあるけど、なんか足元にも及びません。あれ、え、あれ、そういうのを認める。え、はい、いや、負けへんやろ、勝つんじゃん。1対1したらどうなの。すいません、まあ、やっぱおこがましいですよね。悪い顔してます。おう、まあ、なんかどっちがうまいかは気になんねんけど。ありがとうございます。いや、途中で行こうかな、じゃあ。ちょっと待ったしたいな。ちょっと待ったすんの。それでもしちょっと待ったで俺がそっち選んだら付き合うで。ね、本当に。え、そっか、いける。その今日好きみたいに3ヶ月だけとか付き合える。ほんまに悩んでるやん。それやったらもう無理って即答で言ってほしい。ちょっといろいろ家賃補助とか出るのかなって。そういう、どういう、どこの心配やねん。東京から来るんでやっぱ。あ、俺引っ越してんやんか。はいはい。で、2DK やん。はいはいはい。2人余ってるわ。2DK だから、リビングと1、もう2つってことですか？リビングと部屋が2つある。マジ？うん。え、スパイストイレ別ですか？もちろん。おぉ、マジ？え、クローゼットあります？クローゼット？うん、まあ収納みたいな。ある。キッチンもあります。あるやろ、どんな部屋やねん。 2DK でなんでキッチンないねん。キリさんいるんですよね。おもろよ。なんでやねん。ええやろ、どの順番で行って。俺が冷蔵庫みたいな位置やん。夜夜、いやいや、扉っていうか一緒に寝るやろ。やだー。なんでやねん。ええやろ、さ、付き合ってんねんか、一緒に寝るやろ。なんで嫌やねん。いやそういう契約ならいいですよ。それないなら、そういう契約なら、一緒に寝ないならいいってこと。そういう恋愛はなしなんですか？一緒に寝たいんですか？一緒に寝る。そういうタイプかもしれないでしょ、私が。付き合ってもベッドは別がいいとかあるじゃないですか。セックスはできる。え、何ですかそれ。知らんとったんやけど。何ですか。年いくつやったっけ。わかんない。わかんない。わかんない。じゃあ教えたろかな。刺激が欲しければかになれ。何だ、歳ない18歳ぐらい。嘘つけ。まあでも仲良しでやらせていただいてます。あ、なるほどね。今回はうちの記事を、はい、おかんやん。あざした、あざした。